STS-121 は、スペースシャトルディスカバリー号による国際宇宙ステーションとの往復ミッションであり、コロンビア号事故後の STS-114 に続く飛行再開ミッションである。括弧内の数字は、今回のフライトが何回目の飛行かを表す。トーマスライターの ISS 滞在クルーのポジションは、打ち上げが7月に延期される前は、 ロシアのセルゲイ・ボルコフによって埋められる予定だった。イギリス出身の飛行士、ピアーズ・セラーズは本来、STS-121 での登場が予定されていたカルロス・アイノリエガの代替である。変更の理由は健康上の問題である。ISS の滞在要因は、コロンビア号の喪失とシャトルの飛行延期のため2人だったが、今回のミッションで、ライターが加わったことで3人に戻った。 搭乗員 ISS へ向かうミッションの間、クルーはスペースシャトルの安全性を増加させるよう設計された熱防護システムの点検と修理に関する装置と手順の試験を継続した。また将来 ISS を拡張するための多くの補給品と貨物を届けた。コロンビア号事故後、NASA は2回の試験飛行が必要とし、コロンビア号の安全試験を追加するため、本来、 STS-114 に割り当てられていた、活動を2つに分割することを決定していた。事故前は、STS-118 と STS-121 は、コロンビア号のミッションとして割り当てられていた。i s s への飛行ミッションである ST、STS-118 は、事故後ディスカパリー号に割り当てられたが、後に、エンデバー号に割り当て直された。 STS-121 というミッション名はもともとハッブル宇宙望遠鏡を修理するためのコロンビア号のミッションに割り振られていた。しかし修理ミッションは事故の前に別の番号が割り振られ STS-121 という名前は再び未使用になった。STS-115 から STS-120 までは別のミッションのために使用されており、 STS-114 を分割する必要が出た、時に未使用だった名前のうち最も番号の若いものが STS-121 だったため、STS-114 に次ぐミッションが STS-121 となった。打ち上げに向けて発射台に到着したディスカバリー号 STS-121 は本来、アトランティス号による STS-114 の後に、 ディスカバリー号によって2005年9月に行われる予定であったが、アトランティス号の着陸装置に問題が見つかったため、ディスカバリー号が先に STS-114 として飛行するよう予定が変更された。STS-114 が完了して、ディスカバリー号がカリフォルニアに戻った後、再びスケジュールが変更された。アトランティス号は2006年8月に予定された。 STS-115 で飛行することとなり、STS-121 では、元の予定通りディスカバリー号が飛行することになった。打ち上げは、液体水素湖滑センサーに発生した問題と、外部燃料タンクの断熱材剥離問題のため2006年7月まで延期された。2006年5月12日、外部燃料タンクと固体ロケットブースターを取り付けるため、ディスカバリー号は、 大びた整備施設からシャトル組立棟へ移動された。5月19日に予定された打ち上げに先立って発射台39バイトに移された。2006年7月の打ち上げ可能時間帯は7月1日から7月19日まで1日に月10分間であった。7月4日、ケネディ宇宙センターから発射され上昇するディスカバリー号7月17日。 無事機関ミッションの主な目的は、コロンビア号事故を受けて導入された、新しい安全措置と修復技術の試験、そして i s s への補給品と設備、餌のドイツ人飛行士である、トーマスライターの輸送である。悪天候による2回の延期の後、2006年7月4日14時37分55秒に、打ち上げ成功した。スペースシャトル打ち上げが、 アメリカ独立記念日に行われたのは、これが初めてである。13日間のミッション期間の後、7月17日9時14分43秒に、ケネディ宇宙センターに帰還した。STS-121 は、別名 ISS 組み立てミッションウルフ1.1と呼ばれる。STS-114 に続き、 コロンビア号事故対策委員会のレポートに対してなされた勧告を実行するという意味で今回のミッションはリターンツーフライトミッションであるとみなされた。その他 ISS とシャトルのプリンターが交換された。ありがとうございます。